はい、こんにちは、MB です。はい、こんにちは、まとめです。というわけで、今日は、東京の街を回って、はい、ショップを巡ろう。なんで笑うの？おかしくない？恥ずかしくなってきちゃった。東京の街を巡ってショップを回ろうという、はい、企画がですね、よくわかんないけどスタートしておるので、はい、まあ、第1回目は青山ということで、青山の街を回るという感じになっております。一発目、メゾンスペシャルという。メゾンスペシャル、まあ、メゾンスペシャル、結構僕のメルマガとかでも紹介していて、はい、まあ、なんていうんですか、今流行りの D2C ですか。 D2C 昔で言うドメコンですね。ドメコンって感じですね。ユニクロ以上ですね。ドメスティックコンテンポラリー、はい、そうですね、ユニクロ以上、ユニクロ以上ハイブランド未満。それすごい幅広くない？ビューティー&ユースとかそういうセレクトショップ以上をハイブランド未満みたいな感じですか。だから安くて比較的いい、安いって言ってもそんなユニクロみたいな値段じゃないんだけど、でも普通の価格より、普通のブランドの価格より全然安いんだけど、普通のブランド以上の素材が使われてるっていう、まあちょっと名を馳せているですね、メゾンスペシャルさんにお邪魔しようと思ってます。まあそこを皮切りにですね、いくつか目に留まった僕らがよく行くような青山のショップに回ってですね、表参道青山の、あのショップを巡ってですね、読者の皆さん、読者じゃない、視聴者の皆さん、ぜひ参考にして、まあ、僕らも MB さんと同じように回ってみようかなという感じで使っていただければよろしいかなというふうに思います、はい、じゃあ行っていきましょう。はい、というわけで、終わりました。終わりました、メゾンスペシャル終わりました。何気にマルジェラが取り扱ってました。てかさ、マルジェラのセレクトしてるんだけど、ノーカラーのジャケットやってるから、それもマルジェラに見えちゃって裏ひっくり返すとメゾンスペシャルみたいなさ。ありましたね。あったよね。でも物はすごいやっぱりいいよ。マンテコの素材使ったり、めっちゃ安いでしょ。トーマスメイソン使ったり、あと何あったっけ、キャリーマンとか、はい、本当にもうインポートの超いい素材ばっかり使ってるけど、普通のブランドがやったら3万ぐらいするシャツが1万円台とかで出してるから、めちゃめちゃ安いはめちゃめちゃ安いけど、ただまあスタンダードだよね。スタンダードだ。洋服めっちゃ好きみたいな、デザイン中毒みたいな人は、素材はいいけどなんかもう一味欲しいんだよって思うと思う。でもいいのが好きな人、ユニクロとかでも全然満足できるんだけど、もうなんか一段階超いいのが一丁羅が欲しいみたいな人が行く店だよね。ちょうどいいと思います。だって意外とニッチなのよ。だからないんですね。そうだから、服好き、超服好きでもないし、服好きじゃない人でもない、万人向けでもないっていう、このユニクロじゃ満足できないけど、そうハイブランドまで行かなくてもいいみたいな。だからめちゃめちゃすごいことやってるけど、刺さる人の多分絶対数がすごく少ないから、大変ですね。報われないブランドだと思うんで、だからね、だからぜひ皆さん行ってみてください。メゾンスペシャル本当におすすめ。あ、本当にでもおすすめだよね。かなり。あとなんかぼちぼち文句言ってたけど。言ってないですよ。文句言ってない。いや本当にでもコストパフォーマンスはすごいと思う。ね、すごいよね。というわけでここから、コスは、H&M のラグジュアリー業態っていう説明が一番ピンとくると思うんですけど、はい、H&M の高価格帯でもうちょっとすごい H&M みたいな、まあ、ユニクロにおけるユニクロ U みたいなもんですね。そう、分かりやすい。コス、残念ながらコスめちゃくちゃいいんだけど、日本で買えるところが限られてて、銀座と表参道、青山と、あと1個どこかありましたよ、ね、横浜の3店舗しかないんじゃないですか今のところ。でもオンライン始まりますよね、そういえばコス。あ、そうなんだ。確か始まるはず。っていうかここゴールデングースだったっけ。ゴールデングースね、俺ミラノで見てすっげー好きになっちゃって。あー、そうなんだ。すごいテーラードがすごい綺麗。テーラードが綺麗。そう、スニーカーのイメージじゃん、うん、テーラードがね、すごい上手。もともとテーラリング学んでた人なんだって。でめちゃめちゃ綺麗で、プラダ行かないけど、プラダラフシモンです。じゃあコスに行こう。コスに、はい、じゃあコスに着きましたので2軒目行ってくると思います。コス
数終わりました。いまいち昔よりシンプルじゃなくなってきましたね。ちょっと遊びが入ってきたよね。トレンドの影響受けてる感が。でもやっぱ安い、すごい安いものに対して。あと素材感すごくいいです、ね、すごくいい。ただやっぱ季節の変わり目で結構今日ちょっとそう商品がちょっと違う。商品がこんな暑いのいらないんだけどなみたいな。ダウンジケットとかあるから。そうだからね、その辺がちょっとあれだったけど。まあいいけど、ハマる時に行くとすげえ買うのいっぱいあるんだけど。すごい買うのいっぱいありますよ、ね、なんかプレーンなニットなんだけどユニクロのメリノウールよりも風合い良くて形も綺麗でみたいな。値段はまあちょっとぐらいする8000円ぐらいかな。8000円ぐらい今日コストかで。でも普通のブランドよりはいいよね。全然安い。だってニットブランドで買うと3万とかしますもんね。そうそう、それがまあ8000円とかで買えちゃうっていうのはまあコストのいいところでもあるよね、うん、ただ今日はちょっと当たりが悪かったかもね。さすがにもう冬物はいらないかもしれないで、ね、で次は H ビューティー&ユース、はい、なんだなんだビューティー&ユースかみたいに思う人もいるかもしれません。H だから H H, H 男の子が男の子の子がときめくワードH ですよ。 H そう H だとちょっとハイエンドになりますね。ユナイテッドアローズ系列のハイエンドセレクトショップ。そうですね、多分一番ぐらいなんじゃないですか。まあクラシックなところだとディストリクトとかあるけど、サンズもあるけど、うん、サンズもいいな。まあ、H だとちょっとトレンド感強くてね。強いですね。面白い商品いっぱいあるんで。確かには古着も行ってみましょう。はい、はい、というわけで、見ての通りですけど、あとそう、買ってきました。で、色違いで白も買ったんで、これでも高いよね。これってオリジナル？オリジナル、オリジナル、オリジナル、セレクトショップのオリジナルで1万7000円だよ。すごいすごいよね。でもまあ多分質感確かにシルエットとかも全然違うし、それすごい絞ってるし、ね、ブランドものみたいな、ほらあのなんていうのセパレートなんちゃらみたいなさ、ここここここ、ここセットインラグラン、こっちラグラ、後ろはラグラになってるんだけど前はセットインになってるっていう、まあ、ちょっとマニアックな話だけど、すごいマニアックな話。そうやりましたもんね。で、まあ、買ってきました。でこれで一応青山編全編は終わりでしょ。全編終わり、ここから後編に、ここから後編なんですけど、これちょっと複雑で、前編が MB チャンネルで後半がまとめチャンネル、まとめチャンネルで、ぜひこの後の情報はまとめチャンネルで、はい、ぜひよろしくお願いします。 YouTuber の感じなんでこの街中で喋る感じ恥ずかしくてやばい。はい、というわけで、MB チャンネル、普段はファッションロジック、豆知識、商品紹介などなどを行っております。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。じゃあ、続き後編はまとめチャンネルの方で、はい、よろしくお願いします。またお会いしましょう。MB でした。バイバイ。